大人同士のガチンコトーク大竹新思考予録月一レギュラー天久正和さんですどうも天久ですよろしくお願いします始まる前に何か見つけたって言ってましたそうなんですさっき言ってたんですけどあのラジュ来て僕いつも座る机の上にすっごいでっかい飯をサランラップで巻いたものとソフトボール以上大きい最初何か分かんなくてより大きい ソフトボールよりでかいですよバスケットボールぐらいあるんじゃないかなぐらいのその横に何かいちごのパックそれかあのブルートゥースのイヤホンのケースとかとこれ何だろうと思ってスタッフの方に聞いたらこれヒコロヒーさんの食事ですって。 男前ですよ、すごい。何食ってんだと思って。男前だな、それ何に。ていうことね。何、白飯なの白飯です。白飯を、荒川大将、来てんのかなと思って、探して、きのう、たまたまご飯をね、お白米を番組で食べてたんですよ、でもそれをなんか、残して買えるの嫌やったから、サランラップで来るんで、の今日の昼飯にしようと思って持ってきました。おおかかずずがなのそう いちごです。いちごと白飯、巨大なやつ。一応ね、霜は振ってるから、うん、あのあ<ら>その握り飯の方にそ, <laughs> そのあの初めてそんなことをしたの？前にもやったことあるの？よくやってます。よくやります、ね。白飯にいちご。 白飯にいちごまあ白飯には別に何でも合います。白飯マストなんです。そうそう白飯はまあいちごはちょっと合いづらい感じするけどそうですよね。まあぜひやってみてください。白飯はすごいですよ。何でも合うんですけど。やんねやんねやんね。はいはい。さあで今日は。今日はですね。あのまあ僕あの週刊スーパーという雑誌でバカはサイレンで泣くっていう三十年ぐらいやってるんですけど。はい。 で最近あの40代50代が一瞬でこう懐かしい気持ちになれる言葉っていうのを募集したんですよ。僕も50半ばでこの年になるとその懐かしいっていうだけで <laughs> 嬉しいみたいになっちゃって。なんかあるねそういう感,感情はね、はいはいはいで。やっぱりこうその すごくメジャーな言葉じゃなくてちょっと前なのぐらいの僕ら世代だけで分かる言葉みたいなのとどのぐらいのものが出てくるのかなと思って募集したやつをちょっと僕が気になった言葉を選んできたんでだからこれお二人には分かんないかもしれないですけどラジオ聞いてる50代の人のしかも一部には伝わると思うんでまずですね「ファックスさえ」。 <laughs> フ,ァファックスさえってわかります。私全くわかんない。ないああ、これね、はい、うん、作家の森さんもわかんないって言ってたんですけど。うんうん、あの、伊敷さえさんって。はい,は,いはい、はい、はい。あの人が、ファックスの C. M. 出てる時に。うんうんうん 自分のことをファックスさいっていうキャラクターでやってたんですよ。へ <laughs>、うん、やっぱ当時僕らからすると、メシキさいっていう、すごいもうトップアイドルとか、すごい可愛い子出てきたなっていう。うん、で、その子がファックスさいって、謎のキャラクターやってたんで、すごい印象に残ってて。<笑><笑><ー>これなんか、分かる人が、あの、聞いたら、すごい懐かしいと思います。うん、はい。なるほど。そうですね。 それはそのコマーシャルの中で流れてた実際に耳に聞こえる言葉なんですかそうですねなんか自己紹介みたいに「ファックス詐欺です」みたいにして「意識詐欺だったのに」と思ってファックス詐欺になってるってそうかそれは知らないななんかそういう意識詐欺の時代って僕だって水木有り宮沢リ江さんとか。 あのの時代だったんんですけど、うん、これなんかあの僕世代の違う人と話するときによく聞くのが、うん、その時一番最初に好きになったアイドルと、うん、あと一発ギャグ、うん、印象に残ってる、うん、それでなんか世代感がなんか分かるかなと思っててヒコロヒーさんってその一番好き最初に好きになったアイドルってどの辺なんですか、はい、私,私はちょっっとやっぱ、うんあの 風変わりな少女だったので、一番最初に好きになったアイドルは井上順さんでしたね。風変わりですね。世代とにも。井上順ってあの。スパイダース。スパイダース。はああ。最近ね、補聴器の C. M. 出てない。そうなんです井上順さんが初めて、あ。こんな。男前の人がいるんだ。世の中には。って思ったのが初め。でも、その多分世代で言うと、アイドルだと。 えっとモーニング娘<あ>さんとかかなやっぱりはいちなみにおいくひころひ私は三十三歳です八十九年生まれであはい僕じゃあちょうど上京した前後ですねあそうですかはいあのモーニング娘さ、うんとかかなうんそれでわかりますよね、うん、はい。 ププッッチモニとかニモニ CM でいうとキキキリンさんがやってらした「映るんです」とかのあの CM あれって別に限定的な世代じゃないですかねずっとやってらっしゃるあれ僕でも小中学生の時からやってたイメージですね大竹さんのアイドルってどんなええ篠山紀信と結婚した女誰誰誰誰 南沙織りさおりん南さおさんうんむちゃ美しいですよね今ユーチューブとかあるから昔のアイドル見放題ですもんねさむちゃくちゃ綺麗ではいな何たっけ今俺言った写真から篠山紀信篠山紀こんな可愛い子がこんな髪の毛ボぶっちゃけた男とえショックですよねはい あなんかこの結婚がショックだったっていうのもあります <laughs> あれは驚いたのでもう世の中の不思議は少し分かったような気が <laughs> 博士太郎さんとね、うん、たたた何でしたっけあ あ赤瀬太郎まあ言っちゃなんだけどまだいいじゃん。篠山紀んだよ。驚くでしょ。いや才能にね惚れるとかあるんじゃないですか。あの頃篠山紀信さんはいろんなアイドルの写真たくさん撮ってたんです。萌ちゃんとか。みんな撮ってたんですね。宮沢理恵のねさんのさんタペもそうです。あそうですか。あそうなんだ。そういうね。 サンタフェ出た時も自分が何やってたかって思い出す時にすごいいいあれれになりますすよね何さてたんでかサンタフェ僕上京したばっかりでんかワンルームのすごいんかもうお部屋散らかった部屋に住んでてんかその朝新聞持って近所の友達がガンガンガンって「事件!」みたいな感じでんか当にこに新聞見せて「宮沢里江が!」って言ってその友達がすごくなんか。

あの木のドアがあるんですよ。それがうまいことなんか穴が開いてて、ちょっと局部を隠した感じでそこに立ってるっていうのが印象的な表紙で、で当時豊島園っていう遊園地にその三ン目の扉っていうのが来たんですよ。ええ知らねえ。もうじゃめっちゃ社会現象みたいなってどうですか。扉だけ見に行ってもどなんか確かに確かに。もうなんかモナリザが来たみたいな感じで。三ン目の扉来た。見に行ったんですか。行かなかったですさすがに。でも来たっていうのはこう。 強烈に覚えてて、そうですね。毛田禄も今なんか宮崎に乗ってきたね。いやでもあの時本当びっくりじゃ。急にね新聞見たらああってなりますね。そうですよね。中学生ぐらいだったんじゃないですか。僕も中学生でしょ。僕は75年生まれなんで40今年8とかなる。いやサザエショックっていうか。 ね、いい時代に生まれたみたいな。ガッツポーズですよね。本当にトップタイプの。トップアイドルですもんね。そうですよね。そのアイドルは広末さんとかですか。南野陽子さんから。あ、相倉さん。ま宮沢さんとかもとう、内田有紀さんとか。内田有紀さんが同学年。同学年っていうのがすごいなんか。やっぱり。思い入れがありますよね。まあ、でも、あれだね、今聞いてると、こう。 さんすごい熱量だねその話をするときに俺もアイドルはたくさんいたなと思うけどそんなに天下さんみたいなすごい熱量で語れるような距離感じゃないななんかそうでいうんかこう懐かしい言葉あとこれすごくニッチなんですけどこれ誰も知らないと思うんですけど「知能指数1,300」。 何それ。これ知らないですか。そうですよね。こう NHK にあの人形劇をやってたこう機関があるんですよ。それプリンプリン物語っていうあの石川ひとみさんとかがヒロイの声やってたのかな。なんかルチ将軍っていう悪役が出てきてて、そいつの知能指数が1300っていうキャッチフレーズで後頭部がエリアみたいなそう巨大なんですよ。それがすごいなんかビジュアルがショックで。 なんかトラウマみたいなのが残ってる。すごいな。千三百だった血の詩。えそれな何劇だったんですか。それあの人形劇。なんか NHK ってそういう人形劇の枠みたいなのが夕方であったんですよね。でなんか三国志とかやってたりとか。 はい、多分、ひょっこりひょうたん島から流れてるでしょうね、多分。ひょっこりひょうたん島。藤村有博ね、井上ひさ先生のね。やつなんですよね。なんとか、じゃ、あ、ありませんかみたいな。あ、だから、多分、そういう感じです。あの、何でしたっけ、その、ありませんか。あれは関西の芸人さんだけど。あの、それっぽい、なんか、言葉を。あの人、何でしたっけな。ね。ずっと。茶屋浜さん。 いやチャリさんそれは吉本のあるでそうじゃなくて藤村俊二さんじゃなくて誰だっけなちょっと名前が出てこないねもうね今となってはすごいそのなんかいいキャラクターだったよねあとギャグこれ僕そうまあ小中学生とかじゃないんですけど流行りきらなかったギャグが好きで 樋口カッターとかあれ流行りきってますいやいや流行りきってないよ嘘えあヒゲ電尺さんですよねルネッサンスルネッサンスのあれですけどいやだって樋口カッターって言った時会場シーンとするんだね。そっか。まあ俺俺テレビで見てていやなんでこの人やってんだカッターってやると会場がシーンとギャグでもなんでもなくなっちゃうルネッサンスっていうのがねそっか樋口カッターか あとヌーブラヤッホーとかあありましたねあれ誰どなたのこれモエンモエヤンさんだ全身タイツ2人で何とかに出てらっしゃったエンタの神様とかなんか多分ボキャテンとかエンタとかエンタとかすごい世代なんじゃないですかエンタそうですね世代私でもあの笑う犬の生活とかあ売りなりとかあっ 僕あんまり見てないんですよそうですか牛のお姉さんみたいなそうそう見る姉さん見る姉さんね内村さんが重井香里さんのちょっとモノマネをされてるよでもあれは本当に葉っぱたい葉っぱたいですやったやったってご存知ないですか何にも知らないそうなんか全裸になんかあの股間に葉っぱだけつけた原田泰蔵さんとかなんか南原さんとか南原さんが葉っぱたいっていうのでなんかそういうなんていうんですかね コントやっててコントからそれは何あのあのアニメでも何でもなくてあそうですだからコントのバラエティ番組コントのバラエティ番組を葉っぱつけて出てたの葉っぱつけて出てでやったやった葉っぱ一枚でもやったみたいなもうもうゲラゲラ笑ってましたねあれねくどう安ロくんが作ったんですよあそうなんですねはいそうか。 いろいろなね、うん、世代によって違いましたけれども月一レギュラー天久正和さんどうもありがとうございました。明日は経済学者の金子雅さんです